人間の子供じゃねえか。こいつはただの人間じゃねえ。チマ、祠まで運ぶぞ。ランディオル大帝の息子、魔族の王子だ。この顔は間違いねえ。王子様、どう見たって人間なのに。なのよ、大帝には人間の女との間に一人の子供がいた。長らく消息不明だ。その子が魔界にいるなのよ。お帰りなさい。またいじめられたのですね。王子は強いんだからやり返しちゃえばいいのに。いいえ、いけません。あなたは何があっても決して人間に抵抗してはいけない。人間以上に人間らしく振る舞わなければこの世界では生きていけないのです。よう、お前、森の小屋に住み着いたのはお前だろ。あそこは俺たちのアジトだぞ。おい、やめろ。はっ、なんだ、弱いやつをかばって英雄気取りかよ。大丈夫か。俺たちって弱いな。親父がカズラの悪魔に殺された。奴を一人殺すと家族を道連れにする。このままじゃ俺や妹も。おい、どこ行くんだよ。まさか魔族の王子がこんな硬い中にまでお出ましとは。お前、魔族の王子って。Thank you.
探せ銀色の髪の小僧だ。聞きなさい。生きている者は皆それぞれに異なる運命を背負っているのです。何があっても父親のことは恨んではいけない。魔族の王である父を決してこの世界で人間として生きるのです。魔界にだけは近づいても ミオレ様意識を失ってるだけみたい。王子どこ行くの。魔界へ。目が覚めたようだな。父親に会いに来たようだが、そいつは無理だ。やれやれ、聞く耳持たぬか。一人でここまで来るとは、さすがは大抵の大二王子、見上げたものですね。我が息子よ、この魔界から打ち捨てられたお前がわざわざ何をしに来た。確かに世ならばお前の母親を助けられよう。だがそれをするかは世の決めることだ。世と戦うつもりか。よかろう。己の無力さを思い知らせてやる。二度とここへ来られぬよう魔物を攻撃できなくなる呪いをかけた。時空の果てへと飛ばしてやろう。封印球蛇国楼。私は全てを見通す者。人間と魔族の子よ、お前の母親は先刻生き絶えた。これからは亡き母の願い通り人間として生きるのだ。
私がその身に流れる魔族の血を消してやろう。なぜ拒むのだ。なるほど。自らの手で父を倒し、魔族の王に君臨する。そのためにはその血が必要か。よかろう。ならば好きにするがいい。おい、おい。わしだ、ロメオだよ。うなされていたようだが、大丈夫か？ところで、モンジーがお前を呼んでいたぞ。言ってやるといいわ。まさか、あれは魔物よ、魔物が群れに。ここが奴の隠れている村か。魔物どもめ、またも来よった。そうはさせんぞ。この魔物、強い。ははは、我々に盾使うというのか。そこにいるのは、その姿、その匂い、どうやらあの方が探していたのはお前のようだな。逃げろ。お前は、お前は。
どうした？恐ろしくて声も出ないのか？お前は魔物と戦えないのだから。喜べ、猿の方がお前と話がしたいと仰せだ。さあ、わしの可愛い魔物たちや、無礼な乱入者どもにお帰り願うのじゃ。おのれ、忘れるな。また必ずお前を捕らえに来るぞ。怪我はないかの？よしよし、間に合ってよかったわい。お前を探してまた魔物たちが来ると思っておったが、意外と早かったな。ん？この魔物たちは何なのかじゃと？まあ、そのことは後で詳しく話そう。まずは怪我の手当てをせねばならんの。回復が得意なもの連れてくるぞい。さっきの話の続きをしよう。これまで多くの魔物がお前を狙い村に攻め込んできた。今までなんとか村の皆で守ってきたが、魔物どもは来るたび強くなっておる。このままではお前を守りきれん。生き残るためには自ら戦う手段が必要じゃ。お前はモンスターマスターになれ。モンスターマスターのことを知っておるか？まあ知らんのも無理はない。今まではお前を魔物から遠ざけてきたからの。モンスターマスターとはモンスターと共に戦うスペシャリストじゃ。魔族の血が半分流れるお前にはモンスターマスターの素質があるはずじゃ。まずはわしのモンスターを一匹譲ろう。今からする質問の答えによってお前にぴったりなモンスターを選んでやろう。かっこいいモンスターよりかわいいモンスターが好きかの？小さいモンスターが好きかの？不思議なモンスターが好きかの？なるほど。お前にぴったりなモンスターは。こやつじゃ。どうじゃ、バッチリじゃろ。このモンスターで良いかの？ん？仲良くするんじゃぞ。ほうほ、こやつもお前が気に入ったようじゃな。ではモンスターマスターの基礎を伝授しよう。村の外で実践じゃ。
では、モンスターマスターの修行を始めよう。はじめに、モンスターマスターの務めとは、自分のモンスターを強く育てることじゃ。ピピピピピピピ。お前、今何か言ったか？ならばこの声、どこから？ピピピピピー！カリスマオーラ受信しました！君の超絶素敵でやめの才能、宇宙の彼方まで響いてきちった。私と一緒にトレーニングして、その才能をピカピカ磨こう。やれやれ、ハゲピピ、お前はちっとも変わらんの。モンジー、おひさん、また一段とおじじになったね。まあよい、ハゲピピはこう見えて、凄腕のモンスターマスタートレーナーじゃ。お前のトレーニングはこやつに任せることにしよう。ではわしは店に戻るでな。トレーニングが終わったら寄ってくれ。ピピピピーン。ってなわけで始めよっか。トレーニングその1、魔物と戦って倒してみよう。育ててね。それじゃあ次は魔物を仲間にしてみよう。スカウトアタックをするか、魔物を倒すとバトルの後でたまに起き上がって仲間になることがあるから、何回かチャレンジしてみてね。
はっ。今だ！共に行くぞ。もう魔物を仲間にできたの？おさらいだよ。モンスターを仲間にしたいときは魔物を倒してバトルに勝利してね。バトルの後に起き上がったら成功だよ。なかなか魔物が起き上がらないと思ったらお肉をあげてみるといいかもね。連れられる魔物がいっぱいだと仲間になった魔物は預かり所に送られるよ。預かり所についてはモンジーが詳しいっぽいから。あと、今って春だし、お花がいっぱい。でももうちょいで季節が変わりそう。あ、夏になった。暑さやばすぎ。夏はこんな感じで植物が爆速成長するんだ。多分まだまだ奥に進めそう。ちょっとこの辺お散歩しよっか。よし。
秋は落ち葉の山とか余裕でできるよね。蹴散らしてみよう。次は奥のでかい滝のとこまで行ってみよっか。今だ！それじゃあ、次はアーチをくぐって、あの先に行ってみよう。
は共に行くぞ。また春になった。てか川に流れてる花超絶でかくない？多分乗れるし乗ってみよう。ゴーゴー、お花にライドオン。こんな感じで春夏秋冬の4つの季節があるんだよね。季節が変われば地形も変わるし、モンスターも変わるし、一年中楽しめるよ。そんじゃ、トレーニングに話を戻して。そんなわけで、もう君は一人前だよ。一度行った場所に一瞬で移動できるめっちゃ便利な呪文だよ。そんじゃ先に村に帰ってるわ。